はい、どうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤ、レジェンドオブジャスティス、やっていきたいと思います。はい、昨日一気に進みました。キャンプ1日で突破できたんでね、すげえ嬉しかったんですけど、15の17までドカンと一気に行きました。18?この19くらいでキャンプしてる人が多いみたいで、僕のペガサスサーバーでは15の19クリアすると、まあ、ランクインできるみたいな状態ですね。僕は今メインのパーティーこれっすね。アルゲティ、ミスティ、光栄にアステリオン、ムー、カミュっていう感じですね。これも敵によって配置を入れ替えるって感じですね。とうとう昨日動画でもね、紹介した赤装備をね、つけましたと。赤装備はね、前回のもう注意入れたんですけれども、同じ剣と本のアクセでも、3種類ありまして、で、その3種類ともセット効果がね、違います。各武器によってセット装備の効果が違うので、赤からはこれを合わせればセット効果が発動するわけじゃないっていうところが追加されます。で、さらに言うと、強化だよね。まだちょっと僕もね、やってはいないので、あれなんですが、まあ、このレアリティアップっていうのがね、18になると実装されて、まあ、この枠ですね。ここに、あの枠がつくっていう感じですね。まあ、そうすると、オメガのアクセ。見たことある方もいるんじゃないですかね。白いアクセ。まあ、上位の人見たら、パッてわかるんですけど、これっすね。オメガ。で、またこれも名前変わるんですけど、さっきの啓発金までは、本と剣のやつ全部啓発のネックレスとかそんな感じなんですけど、この神経っていうのも啓発系なんですよね。オメガ1だから大丈夫か。ここら辺のランクの人だとちょっとわかんねえか。あった気がするんだよな。赤アクセと合わせられないっていう風にオロナインさんも言ってたんだけど、でもなんかそれを合わせてる人がいたような気がしたんだけど、まあちょっとできないのかもしれないですね。上に行けば行くほど赤以上で揃えた方がいいから、で、赤からがアクセの強化が本番っていうことで、まあ、金アクセはあまり鍛えない方がいいっていう風に言ってたりはしたんですけれども、まあ僕はね、まあ結局、なんていうんですかね、少しでもね、早く先に進むっていう風に考えたら、僕はね、金アクセでも鍛えてっていいかなっていう風に思います。ただ、その赤アクセに結構手に入るような段階に到達した時に、果たして金貨が足りるのかみたいな話になると、まあ、ちょっとそれはわからないですけど、でも正直言ってチャプター18から赤のアクセがレアリティアップができるようになったりとかっていうのがあるんで、まあ、おそらく18以降にならないとアクセがレアドロップしたりとかはしないんじゃないかなっていう。で、あとはまあ赤アクセとかはギルドショップとかである程度の段階踏んだところ時に発売されるようになるということですので、いろいろね、赤アクセも徐々に入手手段が増えてきて、いい感じになってくるんですけど、そこら辺もね、今僕15章でもそこら辺の片鱗がないので、さっきのレアリティアップぐらい、18章ぐらいまで行かないと、なかなか赤アクセをね、一般的に入手していくっていうのは難しいんじゃないかなっていう。まあ当然ね、今すぐ手に入れる方法もあります。このウィークリーパックのこれですね、980金貨のやつを選べば、この中が赤色アクセの選択ボックスになってるんで。まあ僕はね、ちょっとこれ買おうかなっていうふうには思ってますけどね。1個買ってるんですね。けどね、すでに。来月とかからはこれを、まあ週1個は買っていこうかなっていうふうに思ってますね。もうそろそろ限界なんでね、赤アクセにしないと。で、ちなみに、じゃあ効果どんなもんなんだいっていうところなんですけど、これ11492ってなってるんですが、金枠の同じ星にはないか。星 4? でいいや。の金枠のやつと比べても、4000ぐらい違うんですよね。能力が。で、おまけに、こういう、サブアビがね、1個追加されてるっていうことで、鬼のように強いですね。無凸と無凸比べたら、2倍ぐらい差があったんで、これはね、でかいですね。さすがにね、4、5000変わるようになってくると、もう全然違いますね。だって、要はね、例えば2000とか攻撃力上がってたよね。2500とか。そうするとさ、もう 8% とかになってくるじゃないですか。7、8% ぐらいに。そうすると、アクセのこの効果を上回るわけですよ、セット効果を。ってなったらね、もうやっぱしない手はないというか、なかなかレベルの高い装備ではございますね。まあ、ちょっと1個上げちゃいます。
で、これ、ここの金額って経験値によって左右してるんで、まあどのアクセルでもあっても金額は一定なんでね、そこら辺だけ覚えておいてください。で、お結構上がったな。1000は上がってないけど、700ぐらいは上がったよね、きっとね。これが、やっぱでかいっすね。他の、例えば、これかな。今6000。6000を上げようとするとこんな感じなんですけど、ね、400ぐらい。なんか上がり幅がやっぱ違うよね。うん。ということでね、まあ徐々に赤アクセに増していきたいなっていうふうには思ってるんですけど、これと同じで、みんなも徐々にね、金アクセサリーにね、まあ移行していくのが、まあいいと思います。まあ目の前のね、金貨が気になる部分もあるとは思うんですけど、この先金貨もっと必要なんだよな、みたいな。でも、まあ僕こうやってやってても、金貨 27M あるんで、まあ安心してください。うん。毎日というか、ここで手に入る金貨をね、まあもうほんと、なくなるぐらいまでね、毎日栽培していればね、問題ないんで、金貨が足りなくなったら僕も栽培し始めてるんですけど、それ以外の時は血だったり、親戚。ですね、やってるんで、まあそういう風にやっていけばいいので、まあ今はね、10勝11勝とかでまあ詰まってますっていう、まあ質問コメント来ること多いんで、まあほんとね、ショップとかでもね全然手に入るんで、アクセを交換していった方がいいかなっていう気はしますね。まあこれはね、やっといた方がいいかな。まあぶっちゃけ普通にレベル上げたりするよりもこっちの方が効果あるんでね。まあ凸を増やすっていうのはまた別なんだけど、でも、凸増やそうと思った時は、親戚が必要じゃないですか。親戚を貯めるために、まあ、例えば、ショップで買おうと思っても、まあ、これとか、320から500ぐらいの間で買えるし、ここが1000系ぐらいかなで買えるので、ここに関してはそんな300ぐらいだから、あれかなっていうふうに思うんだけど、こっちはまあ、持ってもいいかな、買ってもいいかなと思うけど、でも、これで、今すぐ届かないっていうんだったら、まあ、こっち買った方がいいよっていう感じですかね。おすすめできるのは、そんな感じですね。で、あとは、ちょっとね、シルバーセイントのおすすめランキング、ベスト5みたいなのやったんですけど、今度はね、ゴールドセイントのやつもやろうと思ってます。いろんな人の意見聞いたり、まあ、するんですけど、やっぱね、みんな意見が違うんですよね。これは、僕は、それは当然だなっていうふうに思ってて、なんでかっていうと、使用感が入るのと、あとは手持ちでよく使うセイントだったりが影響してると思ってて、結局シナジーが感じられた時に力ってめっちゃ発揮するのと、あとは実際クロス解放したりとかする、あとはアクセをいいものにするとか、まあそういうので全然変わっちゃうんで、あ、こんな強さあったんだみたいなことになることもあるんですよ。なので僕はチーム編成を今7個ぐらいかな、6個ぐらい作ってます。これね、どれかに刺さってますね、今のところ。これで一個も刺さらないなって思った時は、日課キャンプする気持ちで、いますね。で、これで感じてるのは、これが一番僕のパーティーで強いんですけど、パーティーバフないんですよ。発動しないんですよ。でもこれが一番強いんですよ。汎用性が高いんですよ。結局、その、パーティーのシナジーが発動すれば、シナジー効果がね、こういうバフとか、そういうのと見えないものになるんですけど、が発動できれば、シナジー効果がね、生まれれば、パーティーバフなくても、まあ、クリアできるんだよっていうことはあるので、まあ、そこら辺をね、まあ、理解していただければ、ほんと無数のパーティー編成が作れるので、まあ、そこら辺はね、まあ、今、ちょうどね、こちら、女神の試練と、あとはこの闘技大会、が開催されてて、闘技大会に関しては、まあ、正直ノーリスクだって僕は個人的に思ってるんで、この15回を使って、目の前で与えられたコマを使って、自分が、まあ、どれだけ編成の仕方を理解していけてるかどうかっていうのは測れるんじゃないかなっていう。これ13勝、12勝3敗ぐらいだったんですけど、まあ、負けた時が、ほんとどうしようもなかったって感じですね。相手にヒーラー2体いて、こっちはどうしてもヒーラーが組めないってなった時に負けたりしてましたね。あとは一回完全にミスって敵のピック見ないで、やって負けたっていうのはありましたけど。まあほんとね、今のやつもそんなに報酬いいのではないので、ここら辺ぐらいだな、絶対欲しいなって思うのは。なので、この報酬あんまり考えないで、まあやると勉強になるんじゃないかなっていう気がしますね。特にパーティー編成悩む人、まあ、質問してくれて全然いいんですけど、答えを直でもらったとしても、
その編成がなんで良かったのかっていうのが分かんなかったら、結局またすぐ詰まるんですよ。ボスじゃないとこで詰まっちゃったりとかもするんで、その編成力を鍛えるっていうところは必須かなっていうふうに思ってて、さらに言うと、このゲームキャラゲーで、まあ育成がめっちゃ楽しいっていうのがあるんですけど、それはなぜかっていうと、この編成の自由度の高さだったり、カスタマイズ性がすごく高くて、クリアできたとき、自分のこのパーティーだって思ったものでクリアできたときに、まあ、すごい喜びを得れるっていう、脳汁ブッシャーってなったりするんですよ。まあ、そこら辺がね、みんなにも感じてほしいんでね、ぜひね、ここら辺のイベント、まあ、楽しんでやっていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。じゃあ最後にね、まあ、ちょっといつも通りなんですけど、パーティー強化していきたいと思います。じゃあまずこれ。で、いや風が1、2、3、少な。くそ。じゃあ次はシルバーセイントいきます。シルバーセイントは、そうだなぁ、アルゴルとかかなぁ。今欲しいのは、モーゼス・アルゴル。かなぁ。まあ、ミスティも欲しいですけどね。でも、モーゼス・アルゴル。まあ、ちょっとわかりやすく強化したいっていうところもある。バベル。まあ、でも、バベルこれでまた星6になりましたね。一回、食わしたんでね。じゃあ次、ゴールドセイントの前に、星5確定。デスマスク。ほい。まあ、いいでしょう。12体分です。星さん12体分が一発で出たってことです。はい。デスマスク。デスマスク。ミロか。またミロか。さあ。ミロ出るな、すごく。じゃ、投資ガチャ20連。昨日10連でね、カーサ出たんでね。まあ、どっかでちょっと使ってみたいですね。うん。でも結構属性ガチャ出るのいいよね。今回、かけらが全然出なかったじゃん。まあ、かけら1体分ぐらいは欲しいんですけどね。中途半端に残るの嫌だから。おお、なんか激しい光。おお、やったぜ。あとはなんか、親戚のかけらが出たね。シェイ。シェイ。シェイエ。シェイエ。おー、ありがとうございます。サンゴは一体交換できるようになったか。まあでも血が欲しいかな。とりあえずは。星5のやつも欲しいっちゃ欲しいけど。とりあえずは血が欲しいかな。ムーをクロス30にしたいんですよね。50必要なんですよね。さて、ガチャです。けー、こりゃ、氷河。よいしょ、聖夜が欲しいな、聖夜。あ、聖夜じゃなくてもいいのか。聖夜じゃなくてもいいんだ。さあ、最後に聖輪を引きます。シャー。でい。ああ。赤アクセ欲しいな。あと24回か。赤アクセ欲しい。赤アクセ。あ、こうでした。赤アクセ。0.02% ぐらいだっけ。だから、セイントが出るよりも確率が。ああ、星さんか。残念。というわけでね、まあ、今回はね、15章入って、まあ、改めて感じたことっていうことでお話ししてまいりました。めちゃめちゃ苦しいっす。はい。ですが、皆さんもね、同じ苦しみを、感じてると思いますんでね。やはりね、どうやって突破していくか、どこを育成していくか、まあ、そういう話をね、させていただきました。で、またね、今度、ゴールドセイントのベスト5ですかね。まあ、個人的に使用、個人的な使用感のランキングですね。まあ、作っていきたいなと思ってます。まあね、ティアリストっていう風になると、どうしてもね、SS ランクばっかりになっちゃうんですよ。
じゃあ結局どれを育てようってなっちゃうんで、ティアリストって。海外サイトとか見てても、攻略サイト見てても、やっぱどうしても SS に配置されてるセイントが多いんでね。はい。まあ、そこら辺をちょっとうまくまとめられるようにやっていきたいなと思っております。はい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。